こんにちは、こんばんは、ねむねむボーイのひまりです。はい、一人です。嘘です、たくみくんいます。今日は久しぶりにウーバーイーツしました。引っ越してから一回もしてなくて、割とずっと自炊してたんだけど、今日マジでやる気なくて、やる気もないし、めっちゃお腹も減ってるし、なんかすごい辛いものも食べたいし、でこれはウーバーイーツだなと思ってウーバーイーツしました。ということで今日は生理前暴飲暴食で、暴飲暴食もなんか先月来なくて、女の子の日は来たんだけど、そのなんかめっちゃ食べたいみたいな時が来なくて取らなかった。でも今月はもう今すっごいお腹空いてる。気持ちに任せてすごい頼んじゃったんだけど、絶対食べきれないから、たくみくんにも晩酌を付き合ってもらおうと思って、たくみくん用のお酒、まあでも私がメインで食べます。サムギョプサル、そしてヤンニョムチキン、もう最高だね。これはおにぎり、一人で食べるってなったらめっちゃ怖い。食べきれるかな。まあ最悪 お昼に回します、明日の。ということでいただきます。今元気なんだ私、めっちゃ元気。温める？うん、大丈夫だよ、ありがとう。なんか韓国料理を食べるってなるといつも、あ、最悪。いただきます。いい、食べて、うん、すいません。うんまだこの辺に何があるか分かってないんだよね。あ、うまっ、チヂミうまっ、ヤンニョム甘辛、うん、わ、めっちゃ美味しそう。トータルすると全部うまいんですけど、このおにぎりみたいなやつうまい。あ、最近ネットフリックスの39歳っていうドラマ、韓国ドラマにハマってて見てるんだけど、心が苦しい。なんか39歳の仲良し3人組女の子の1人が主人公、一番最初に葬式のシーンから始まるので、この中の誰かがまさか亡くなるなんてみたいなところから始まって遡っていくんだけど、そもそもこの3人の中が誰かが死ぬんだなって思いながら見ていくんだけど、わあ、なんか友達っていいなとか、なんかもっと親大事にしなきゃなとか、39歳ではないんだけど私はすごく考えさせられるドラマ。まだ全部は見終わってないんだけど、毎は毎は泣きそうになる。私はドラマもテレビも好きだから、たくみくんと見るバラエティ番組もあるんだけど、一人で見たいものもあるの。一人見たいというか、まあたくみくんが興味ないやつがあるの。でも見ると感想を言いたくなるじゃん。今やばい展開なんだよとか、お疲れ様ありがとう、はい、言ったら横を通った時とかに、また見てるんだって言われて、誰何がこうなったみたいな、やばいみたいなことを言いたくなる、ね、そう。もちろん友達、一緒にね見てる友達とかともそういう話はするの、 LINE とかで。 Now で伝えたいってなるとさ、どうしてもたくみくんがね一番近いからね、そう、普段そばにいるから言いたくなっちゃうので、私は最近それで思ったのは、たくみくんにとっては見てないドラマの知らんやつのやばい展開なんて、うん、マジでどうでもいいじゃん。でも絶対聞いてくれるの。食べてる？あ、おしっこした。あー、 2 hours later. 絶対に聞いてくれんの。絶対、へーって言ってもあんまりよく分かってないはずなの。だって時系列見てないわけだから、時系列もミジョンとか名前言っても誰って感じなんだけど、まあすごい大雑把には説明してるけど、まあ多分あんまりはちゃんと分かってないけど、へーとか、やばいじゃんとか言ってくれんの。それめっちゃ優しくない？優しくない？よく言うけどさ、彼女の話はつまんないみたいな、女の話はつまんないみたいな、よくあるあるで聞くじゃん、男の人が言うのってね。なんでそれ言われるかっていうとね、多分ね、話しただけなんだよね、マジで。多分男の人は話に展開とかオチとかを求めてんだと思う、無意識に。だから多分言われるんだけど、俺つまんないって思ったことはないわ。分かんない、興味ない話をするときはお互いあるよねっていう、それぐらい。だからつまんなくはない、別に。つまんなくはない。ドラマの話聞いててもやばいなと思う、普通に。優しいの。あ、ちょっと食べていいですか、一緒に。あ、そう、どうぞどうぞ。いただきます。なんか男の人だったら多分これめっちゃ興味ないんだろう。そもそもだって見てないってことはそもそも興味ないドラマなわけじゃんの展開の話をされるってつまんないだろうなと思って、嫌だろうなってちょっと分かってて話すのも私も性格悪いな。でもなんか嫌だろうなとはちょっと思うの。でも話したいの、言いたいだけなの。別に言って感想求めてないし、そのヤバいを共感してほしいだけで言ってるんだけど、あ、なんかこれを変わらず言い続けて、ヤバいねって言ってくれてるの優しいなって。そう思ってくれるの嬉しいんだ。じゃあ俺マジヤバいと思ってるから。思ってくれてんだ、ちゃんと話聞いてくれてるの、うん、いや大変だなと思ってそう、でも今大変な感じになってて、やっぱ最悪で聞いてなくてもいいんだ私的には。でもなんか聞いてくれてるから、話半分でもありがてえなって思うわけですよ。なんで女の子の話はつまんないんだろうね。これは僕、俺が思ってると思わないでほしいんだけど、うん、多分どうでもいい話なんだと思う。でも多分女の子も分かってないそれ、うん、どうでもいい話だなって思いながら。だから女子会とかをするとさ、喋るで終わるっていうじゃん。だそれの理由はそれな気がするの。別に結論とかオチとかそういうことじゃなく、ただ単に会ったこと、思ったことを喋りたい。別にそれに対して意見が欲しいとかではない、まあ、そういう時もあるよ、もちろんあると思うけど、別にそういうわけじゃないっていう。逆に男の人の話は面白いよ。いやだからそうとは言えないから俺も別に悪いと思わない、うん、そうだよね。俺たちも面白いと思ってるわけじゃないし、笑かしてやろうと思って喋ってるわけじゃない。でも笑かしてやろうと思って喋ることもあるよ。それは確かに女の人よりはあるかも。
と思うけど、毎回そういうわけじゃないし、別にどうでもいい話もするから正直、うんうん、似たり寄ったりだなとは思うけどね。思ったんだ、人間やっぱ好きなものの話になるとつまんなくなるんじゃないかって。ああ、あれもあって話し上手の人は別かもしれないけど、でもまあ話間違ってないと思うよね。中見くんも世界の情勢の話とか株がやばいとかしてくれるんだけど、やっぱそんな面白くないんだよ、うん、まあ、私が興味ないのもあるし、まあ、そんなに面白くない、まあ、聞いてる分にはそんなに嫌じゃないけど。でも俺もさ、そういう話するもんね。するする。それで言うと、うん、結構するよね。いや多分男の人ではする方だと思う、うん、だからまあお互い様じゃねと思って。なんでそれを伝えたいかっていうと、なんかやばいって思ったことを共有したい。だから多分一緒なんだよ。お、一緒だね。そう、やべえって思ったことを誰かに話したくて近くにりひなちゃんに喋ってるっていう。ひなちゃんがいいのはそういうことに関して詳しくないじゃん。だから毎回えーとか衰えてくるの、知らないから。話しがいがあるね。思うのは、私のはあった出来事を共有したいが強くて、たくみくんのは得た知識を共有したい。俺はなんか自分の中にある知識を整理したいから喋りたいの。そうなんだ。そう、そう、理解したいのより。だからなんか内容は似てるけど伝えたい理由は違うよね。まあ確かに。でも私はやっぱ聞いてくれる人がいいなって思った。つまんない話もつまれたっても聞きますよ。ほんと聞くでしょ。聞くかな。おじいさんとかになってもうーんとか言ってくれる。うん、面白いねとか。縮みうめえな。チヂミ美味しいね。タレもタレだもん、うん、ここタレうまいとこなんだよ。悲しくない？なんかかわいそうだよ。くしゃ、戦ってる。ムチがかわいいんだよね、本当に。今家に来てかわいいよ。まあまあ経ったけど、なんかこんなにも世話が焼けるのに、はあ、もうで追われる存在がいるってすごいなって思うの。そうだね、人間だったら、ね、人間だったらさ、対人間だったらさ、やらかされるとさ、いやもうまた何回やばいのみたいな気持ちがね、強くなっちゃって、うん、何回言ったら分かるのみたいな気持ちになるんだけど、はあ、まあって終わるよね。まあそうだね、うん、マジでそうだよ、ね、早い、もう切り替えが。僕はさ、ペット飼うの初めてだから、マジですごく大変っていうのは実感した、うん、もうなんか大げさに聞こえるかもしれないけど、ワ、うん、ンちゃんを飼ってる世界の人々全員をもうすごい尊敬したくらい大変なんだなっていうのに気づいたわけよ、うんうんうん、子供を産んでさ、育てたりしてるとさ、うわ全国のお父さんお母さんってマジすげえって思うのと多分同じ。マジでみんなすごい。あとなんかもうすごい思ったのは、僕たちはまだね割と家にいることが多いからいいけど、世の中の方ってまあ働いてる方が多いでしょ基本的には、うんうん、そうなると家にワンちゃんが一人の時間が多いじゃん。めっちゃ心配だなと思った。たくみくんはでもね、ほん本当に過保護。まあ、私動物飼ったことがあるから、うん、ワンちゃんではないけど、まあ、ある程度ね、なんとなく注意点じゃないけど、なんとなく分かる。まあちょっと慣れてるよね。そう、まあもちろんワンちゃんとは違うからね、違う部分ももちろんあるのは分かってるんだけど、なんとなくこういう感じっていうのを理解してるんだけど、初めてっていうのもあるのか、もうすっごい過保護。なんかスーパーちょっと行くのとかでも一人残った方がいいんじゃないか。一人にさせるのはもう最悪の事態みたいな。私は仕方がないと思ってるんだよ。生活する上で 100% ね、誰かが家にいる状況をずっと作るっていうのは難しいなって思ってるから、うん、現実的に。そうそうそう、まあ、それに慣れてもらうためにも、言ったら 2,3 時間のちょっと外出だったりとかは、その生活に慣れるためにもね、まあ、ある程度はあるべきかなって思ってるんだけど、出先でちょっとしたいのかなみたいな。何がそんな、なんかそんなっていうの、外に出しっぱなしじゃなくて、今はさ、ゲージの中にいるからさ、まあ、言ったらまあ危険なことは少ないわけね、うん、まあ、ちょっとトイレしちゃったかなとか、良くない部分噛んでるかなぐらい、まあ、ゲージの中でって私は思ってるんだけど、まあ、匿名の中でもっとなんかゲージの中でももっと一人っていうこと自体が危険って思ってるのか、家出ていい、もう30分とかでうち平気かなとか言ってきて平気じゃないパターンある。まあもちろん分かんないけどね、心配することは大事なんだけど、まあいいことかなと。俺も朝起きたらもう一番最初にムチのとこ、早起きだからもうすごい最近、うん、それぐらい可愛いよって話。可愛いね、うん、たまにね、おばつ病だったかもしれないけど、やる気が起きない日が来るのよ。今日は無理みたいな時があるの。それが起きたらツイッターでね、だるいとか頭痛いとか検索かけるの。そうすると仲間がいるのよ。でその仲間が大概言い訳をねくれるの。今日は満月だから頭が痛いとか、今日は湿度が何パーセントだから体調悪いんだとか、それを見てだからかって思うようにしてるこれは嫌になるのね。そのできないとかダラダラしちゃって一日を過ごした時に、なんてダメな人間なんだって思うの自分も。自己嫌悪だね。そう、なんかもう今日はどうしても無理みたいな、ダメだみたいな、やりたいことあるし、やらなきゃって思ってるのに動けなかったみたいな日があるんだけど、そういう日でも本当なのか言い訳なのかわからないけど、そういうのを見ると、あ、こんなにも仲間がいて仕方がなかったんだと、私のせいではないんだって前向きになれるから、すごくいい方法だと今思っている。でもこれね、一歩間違えば結構危ないと思ってて、やらないことに理由をつけ始め
めたら危ないと思う。ただそれを自分を責めすぎない言葉として使うのはいいことだと思う。めっちゃ難しいと思う。それで自分を正当化しちゃったらマジで何もしない人間が生まれちゃうから。なんか科学的な理由で気圧が違うとか、うん、そういう話なんだと思うんだけど、この前2回連続満月で、満月だ絶対ってその時は思った。自分のやる気がで何かに理由をつけられるっていうのはいいよね。それをね、理由に何もしなくなるのは良くないなと思ってんだけど、なんか毎回こう前まではそれで終わってたんだけど、それになんか理由がついてちょっとだけ安心する。コミコある？うわー、でも俺最低な人間だなと思って終わる。終わるんだ、うん、引きずらない。でも寝たら忘れる。いや本当にでもね、それぐらいで生きてもいいなって思う時もあるよ。何かに理由をつけてちょっとぐらい言い訳しながら生きてもバチ当たんねえだろって。頑張りすぎてる人はこの法則を使ってほしい。そうだね、うん、無理せずのんびりいこう。うん、はい、ということで、まあ、まだ食べるんですけど、ちょっと時間も時間なので終わりにしたいと思います。美味しかった、トータルして。なんかね、チヂミがめっちゃうまい。今月は生理前ハイみたいな、なんかテンションが高い方の生理前だったので、イライラ期と被ると最悪なんだけど、なんか今回全然大丈夫でした。もう食欲も旺盛だし、元気もりもりだし、なんな気分もいいぐらい。来月もそうだといいな。はい、ということで、韓国料理って見てるとすごい食べたくなってくるよねって思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。